スワード軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は16,496人で、軍庁所在地はスワード。スワード軍は隣接するランカスター軍とリンカーン、大都市圏を構成している。ネブラスカ州のナンバープレートで、スワード軍の車両は最初の数字が16になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を 確立した際、スワード軍の車両登録台数が州内の軍の中で16番目に多かったからである。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1491平方キロメートルである。このうち1489平方キロメートルが陸地で、3平方キロメートルが海や湖などの水地域である。総面積のうち0.17%が 水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、スワード軍には16,496人、6,013世帯、及び4,215家族が暮らしている。人口密度は11平方キロメートルで、4平方キロメートルの平均的な密度に6,428件の住居が立っている。 この軍の人種の構成は、白人98.05%、黒人0.28%、先住民0.21%、アジア系0.29%、太平洋諸島系0.05%、その他の人種0.40%、および、根結0.72%で、1.09%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。 スワード郡に住む6013世帯のうち32.80%は18歳未満の子供と暮らしており、61.50%は夫婦で生活している。5.60%は未婚の女性が接待種であり、29.90%は家族以外の住人と同居している。24.90%は特許で、 全世帯の12.10%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.53人であり、家庭の場合は3.04人である。軍の住民はーセントが十八歳未満の子供で十八歳以上十四歳以下がセント、二十五歳以上十四歳以下がーセント。 45歳以上64歳以下が21.20%及び65歳以上が15.20%となっている。平均年齢は36歳である。女性100人に対して男性は103.20に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は102.50に似る。軍の世帯ごとの平均収入は42,700米ドルで、 家族ごとでは51,813万米ドルである。男性の32,218万米ドルに対して、女性は22,329米ドルの平均的な収入がある。この群の一人あたりの収入は18,379米ドルである。総人口の7.00%、家族の4.10%は貧困線以下である。 18歳未満の子供の6.20%及び65歳以上の6.80%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。